BJ ェイシンはフィジーラウトカ出身のインド系プロゴルファー。メジャー大会で三勝を挙げた実力者であり、世界ランキング1位の座にもついた。生涯獲得賞金ランキング歴代3位。シンは1982年にプロ転校した後、世界各地のツアーを回りながら長期間の下積み生活を経てきた選手である。彼にはオーストラリア PGA ツアーと、 アジアンゴルフサーキットから追放処分を受けた経歴もあった。1993年からアメリカ PGA ツアーのメンバーになり、同年6月のビュイッククラシックで米国ツアー初優勝を挙げた。1995年から1998年までの間に彼は PGA ツアーで53大会連続予選通過記録を樹立したが、1998年、 マスターズトーナメントでの予選落ちで止まった。それから4ヶ月後の全米プロゴルフ選手権で、シンは35歳にして、メジャー大会初優勝を果たす。2000年のマスターズトーナメントで、シンは最終ラウンドを最終組で一緒に回った、デビッド・デュバルを振り切り、メジャー2勝目を挙げた。それからしばらく不調が続き、2001年シーズンは、PGA ツアーで優勝できなかったが、 2002年3月のシェルヒューストンオープンで2年ぶりのツアー優勝を果たす。2004年の全米プロゴルフ選手権で、シンはクリス・ディ・マルコ、ジャスティン・デナードの3人によるプレーオフを制し、この大会で6年ぶり2度目の優勝を遂げた。1ヶ月後の9月、彼は5年以上連続でトップの座を守ってきたタイガーウッズを抜いて、世界ランキング1位となった。2005年に、 世界ゴルフ伝道入りを果たす。2007年1月7日、シンはツアー開幕戦のメルセデス・ベンツ選手権で優勝し、40代での18勝目を挙げた。この優勝により、彼はサムスニードの17勝を抜くツアー新記録を受立した。ありがとうございます。